泥とはちょっと違うかもしれないけど、10日。あまり、親しくないし、あまり近所でもない A ママが、うちの実母にオレオレ詐欺をやらかそうとした。実母は近距離別居で、父の死後は一人暮らし。そこに電話かけて、私さんが、ヤクザの車と事故った。私さんは、捕まってて逃げられない。示談金を代わりに取りに行くので、500万用意しておいてくれとかなんとか言ったらしい。しかし、電話の直後、作りすぎたコロッケを届けに、私は母宅へ。今こんな電話が来たのよ、と言われ、何それ、今流行りのオレオレ詐欺?と、のんきに言い返す私。当時は、ATM 振り込みじゃなく取りに行くタイプのオレオレが流行ってた。コロッケ、味見しながらまったりしてたら、インターホンが鳴った。500万取りに来ましたみたいなことを言ってる。うわぁ本当に来たよ犯人だよ、と思いながら玄関に出てみると、なんと立ってたのは A ママ。私の顔を見て A ママポカーン。私も何やってんだこいつと思いポカーン。しばらく無言で見つめ合っていたが、何を言っていいのかわからなかった。A ママは空気読めないバカ。みたいなことを、私にボソボソ言って、帰って行った。私ますますポカーン。とりあえず、3人の知り合いに、こんなことがあったとメール。それが連絡網のように回って、数日後には、ほとんどの人に知れ渡っていた。狭い町だし。A ママは言いふらされたと、私をしばらく逆恨みしていたらしい。一度、うちの家の前で子供の手を引いて仁王立ちになり、家を睨みながら涙をボロボロこぼして2時間ぐらい経ってたことがあった。私、傷ついてます、アピールだったらしい。わけがわからなかった。子供は寒そうだった。終わりです。